はい、始まりました。マテスさんチャンネル。さあ、今回はですね、いやー、大変だったんですけど、はい、ドラゴン桜の第5話の感想を述べていきたいと思いますね。まあね、これもツイッターにも上げたし、メインチャンネルの方でも出てるんですけど、ね、ドラゴン桜に出てきたですね、共通テストの問題、一体どんなのなのかなって思ってですね、見えないな、見えないなってこうやってやってたらですね、ね、パソコン落っことしちゃって、そして踏みつけちゃってですね、ディスプレイがボーンっていう形になってしまったためにですね、はい、新しいの買ってきました。Mac Pro。ね、はい、もう今、武田塾のさ、オーナーやってるからね、開校でさ、ものすごいお金使ってるのに、こんなのに使わなきゃいけなくなってしまったってことね。ね、これ20万ぐらいですね。19万8000円ぐらいしたかね。わかんないですけど、はい。まあ、この、とにかく、ファイナルカットプロっていうのでね、編集できないと困るので、はい。これを買った感じなんですけども、皆様の、で、あ、そう、ミニチャンネルの方見てください。途中まで、その、ファイナルカットプロを買いに行く前の編集なんで、多分ですね、非常にフォントとかがですね、しょっぽいやつになってますんで、昔のパソコンでやって、それで日本のやつじゃないんで、はい。ね、フォントが1個しかないんですよ。それでね、日本語のフォントが1個しかないんで、はぁ、っていう感じだと思います。昔の私のね、初期の YouTube ビデオ動画見ると、ああ、なってますね。同じなんですが。さてさて、どうだったでしょうか？皆様見て、どんな感想を抱いたでしょうか？まあ、感動もんだったね。やっぱ、高級もんでしたよ、やっぱり。ね、すごい感動的だった。ね、ケンタのやつ、ね、いい話でしたよね。いや、感動しちゃいました。はい、自分もですね、悲しくなったり、嬉しくなったり、ふわーって怒りが込み上げてきたりとかですね、とってもいろんな感情を抱きました。いや、よかったんじゃないかなと思いますけども、ね、このケンタっていうね、まあ、耳が実は障害だったっていう子なんですけども、その子が実は目で、ね、ピクチャーメモリーみたいに目だったら記憶することができる、すごい覚えられるっていう、そして興味があることだったら覚えられるっていうね、うん、そういう話だったんですけど、どうだったんですかね。まあ、それ結構感動しましたけど、最後ね、結果、この出る、点数出るところで見て、なんだ、思ったより低いじゃねえかって思った学歴中たちもね、多分いると思うんですよ。やっぱ感覚がね、多分ずれちゃってると思うので、一般の人たちから。まあ高3で別にこれだって進学校じゃないわけじゃないですか。進学校じゃないわけだから、別にこの点数でもね、十分素晴らしいと思いますよ。おそらくもっと、なんだよ、東大目指す奴らなんだから、こんな英国数ぐらい、9割ぐらい取ってんじゃねえのってね、多分思ったと思うんですよ。そういう感じで、藤井なんだよ、全部8割じゃねえかとかね、思ったかもしれないし、ね、東大専科のね、小杉さんの方も、なんだよ、9割いかねえのかよってね、9割いきそうだったけど、ね、思った人もいるだろうし、まあ多分まあ数学のこの健太の方を引き立てなきゃいけないからだと思うんで、198っていうね、一問数学二つのうち一個間違えたんでしょうね。っていう感じだったと思いますね。まあ、200点満点中でやってるってことは、まあ国語をね、3つやったってことですね。あ、3つっていうかまあ、4題も4つやって、で、英語もリスニングとリーディング両方やって、で、数学もスイッチ A と 2B 両方やったってことなんでしょうけど、上出来じゃないですか？ドラマの中では。まだでもね、多分ね。学歴中、数学満点取れてないってどういうことだよとかね。おいおいおい、英語9割から言って、おいおいおいって思ってるかもしれないですね。東大なんだと思ってんだみたいにね、思ってるかもしれないですけども。で、まあ、共通テストの問題はそのメインチャンネルの方でね、映ってたやつ解説しておりますので、ぜひそちらを見ていただければなと思いますね。いや、でも、結構ね、まあ、見てて、やっぱり、まあ、謎が謎を呼ぶ感じで、まだわからないまま進んでいってますけどね、どうなるんでしょうね。あの理事長ね、いい人なんだか悪い人なんだか、相変わらずわかんないですね。感動的じゃ、できちゃったじゃないですか。その健太を、ね、のびのびと、その担任の人もね、優しい人だったよね。なんか嫌なさ、性格みたいな感じで出てくるけど、結局いい人っていうね、なんだかよくわかんないけど、うーってなるよね。うん。健太のためにやってあげて、で、さ、なんかさ、第1話の時さ、すごい荒れてる学校、もうみんなね、みたいな感じだったのに、なんかすごいいい人たちじゃない？ね、その健太に対してさ、すごい、なんか標本とか用意してみんなで迎え入れてあげたのとかって、何？その優しい人たち、めちゃくちゃいい学校じゃない？ってちょっと思っちゃったんですけど、どうでした？私そう思いました。だって普通のさ、学校って、でやっぱ障害持った人に対してさ厳しいじゃない。どちらかといえばね、藤井の態度の方が多いと思わないですか。虫けらがとかって言ってましたけど、そういうところかなり多いと思うんですけどね。どうですか？そうじゃなかったですか？自分もね、それを見て、ちょっと思い出してみたんですよ、昔の。で、小学校の時いたんで、近所にいて同じ学校にいたんですけど、やっぱむちゃくちゃ嫌われてたもんね。かわいそうだったもん、ほんと。みんながさ、ね、掃除の時に机をね、運びたくないからずっと残るみたいなさ、
本当に汚いもの扱いされててさ、今思うとすごい大変というか悲しいよね。確かにまあ知恵遅れだったのかな。確かにちゃんと喋れてなかった気がするな、そうなると。だったけど。で、そう、そういうのもあったんで、記憶をね、ちょっとたどり起こしてみたんですけど、結構格差ってあったんだなって思いましたね。その時子供だったから全く意識してなかったですけど、ね、いろんな人のうちに遊びに行ってたけど、今思うとすごい差があったなと思って、で、地域的にはまあ横浜の中のど田舎なんですけど、マンションとかがほとんどないエリアだったんですね。だからほとんど一軒家かすごい長屋とかそういうところでだいぶ格差がありましたね。そのアパートとかもやっぱすごいボロアパートだったりとか、こんな今思うとそんなエリアに住むとこあるんだみたいなね、とこに住んでる人もいれば、あとはやっぱ一軒家が多いんで裕福な人たちも多かったですね。そう、こんな風に差があったんだなと思って。でも進学校とかじゃない普通の公立高校でって言ったと思うんですけど、一人しか中学受験してないんで、だからそういう世界があることすら知らなかったんで、自分自身はね、今思うとそうだったんだなと思ってて、中学校に入って、でその子はその障害の学級があるとこに入ったんですよ。で自分は普通のとこに行ったんですよ。だから同じ地域に住んでたんだけど違う学校になったんですよ。だから中学校で、で今思うとそうだね、やっぱそういうのがあったんだなと思って。で中学の方は結構マンションとかあと団地があるエリアだったんで、その全然違うんですよ。僕の小学校のエリアとその中学校のエリアってもうそもそも区も違うんで、ある違うエリアだったんですけど、あ、すごい違うなって思いましたね。今思うとそうね、マンションでもだいぶ違う、団地も違う、一軒家もだいぶ人によって違ったなと思って、ね、大人になって分かることってちょっと多いなと思いましたね。はい、やっぱ学歴とね、あるんだなーって思いましたよね。お金の問題とか育ちの問題っていうのは残念ながら、避けられないというか、あるものなんだなーっていうのはちょっとね、痛感しました。ね、あまりちょっと痛感したくないものではあったかもしれないんですが、ちょっと考えさせられました。今回のものを見てね、今回のドラマを見て、ちょっとまあドラマと関係あるかわかんないですけど、まあね、家庭環境に関してこれからも出てくると思うんでね、そのケンタとね、小林さんじゃねえ、小杉さんは隣同士だったってことが分かってね、小杉さんにね、あざがあったりとかしてましたからね、はい、その辺の、まあ、家庭環境の問題とかね、そういったものも出てくるんだろうなぁとは思いますね。ああ、そうね、今思うと不思議。うん、いろんなことがあったな。まあ、とにかく、結構感動しました。結構泣けるって思って、泣いちゃう、泣けるこの話って思ってね、はい、感動しました。皆さんはどう思われましたか？ぜひですね、コメント欄でこんな風に感じたっていうのをお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。これから編集ですけど、間に合うのかな？わかんないです。もう、これから撮影に行かなきゃいけない。はい、頑張ります。